どうもバンですさて今日はですね3数字の3ですねこの数字の3っていうのはですね共通の発音の国が多いんじゃないかというこれバン TV 独自の仮説なんですけれども、えー、これに気が付きましたんでちょっとこれをね皆様に、えー、お知らせしていってみたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします えっとね、もう日本語で、えー、数字の3は3ですよね。で一応ね、あの、今日あの題材にするのはですね、発音です。書き方とかね、ちょっとそれはもう置いときます。えー、で、なぜ発音に注目したと言いますとですね、やっぱりこう、えー、人がですね、えー、文明を持って、で、それをこう、いろいろこう、人捨てにね、こう、聞き伝えて、 で、数字っていうね、えー、便利なものを伝えていくにあたって、国境を越えている可能性があるんじゃないかなというふうに思ったわけですね。で、国が違っても、まあ、共通の言語っていうこともありますし、で、えー、国の中でも別の言語を使ってる場合もありますよね。でも、言語っていうのは、ちょっとずつちょっとずつね、えー、変わっていくんじゃないかなと。で、例えば日本語と英語、全然ね、 もう共通の部分なんてないですよね。ごくまるにたまたま一緒っていう、えーまあ、単語が、例えばそうとかね、えー、いう単語があるぐらいですけれども、えーまあ、それもあんまり似てないですけど、ちょっと似てますよね。そうとかね。まあ、だから、でも、英語と日本語の共通点はほとんどない。 でも、例えば日本語と韓国語、韓国と中国、中国と、えー、ミャンマーとかね、えー、ビルマタイとかね、ちょっとずつね、違っていってるんじゃないかなと。で、何か言語じゃない、何か単語に着目したらですね、その共通点のようなものがあるんじゃないかなと。で、えー、調べてみたらですね、この数字の3が結構共通点が多かったです。 で、えー、ちょっとね、ばっといきますよ。日本語3ですよね。で、韓国語で3のことはせっていうんですって。似てますよね。で、なんと、あの、中国語、まあ、なんとっていうか、まあ、これ、皆さんご存知のこと方も多いですよね。e, r, 三数ウーゅうチーパー。麻雀ジャンやってる人だったらね、ご存知の通りですよ。e, r, 三。中国語で3のことは3ですよ。で、一方ですね、アイヌ語。 っっててうんですって全くあの脈絡日本語とないというところですよねあと琉球語で「三」のことは「ミーチっていうらしいんですねなんかこれでもなんとなくこれ3つの「ミーチなんじゃないかなというようなところもありますよねでタイ語これね中国語とタイ語ちょっと似てますよね「三」と「三」もでミャンマー語も似てるんですよだからね この辺ずーっとね、アジア圏、S で始まる発音が多いんですよ。性とかね。で、なんとですね、これを伝わっていくと、クルド語まで性があったんですよ。で、なぜかここで、あの、クルドとロシアでガラッと変わるんですよ。ここです。ここで、 えー、ここまでがス S 数で始まる、えー、発音でここのロシア語からそれ、あのー、トライとは言いませんこれおそらく数ですねスリーのトリーですかねちょっとロシア語の発音がちょっと正確には分からないですけど英語はスリーですよねだからこれね日本,人日本語英語で言ったらスリーなんですけども 正しくは3ですよね。3。だから、th っていうところに着目したら、s と共通点があるんですよね。で、イタリア語、tree、えー、ですね。で、このイタリア語とドイツ語がちょっと似てるかなと。tree。ドイツ語は生って dry。ちょっとにあんま似てないかな。でも、このイタリア語とスロバキア語、これほぼ非常に似てますよね。tree と try。で、 ちょっとまた派生して、マレーシア語。ちょっと、えっ、ー、とね、どっから行くのがいいかな。えっ、ー、とね、まずね、このカンボジア語のベリーっていうのが全然違うんですよ、これ。これだけ、なんか全然違う。アラビア語圏もまた全然違うんですけども、ちょっとここに th が入ってる。この th は、このスロこの英語の数と共通点があるんですよね。ベトナム語、 ば、全然違う。これはもう、えー、違うところ。ウズベック語、これも全然違いますね。だから、ちょっと違うところは、あの、確かに色々あるんですけどもね。あと、めっちゃ遠いところで、ズール語。これ、南アフリカですね。日本から、まあ、一番遠いと言っても過言ではないでしょう。おっく、トゥ、ハ、ア、ティッシュ。ちょっと待ってくださいよ。こんな複雑な発音するんですかズール語。 で、えー、一番、こう発、発音する、えー、話す人が多いかもしれない、ラテン語、スペイン語系ですね。これは、えー、イタリア語と似ているわけですよ。トゥリー。でも、英語とも似ている。ロシア語とも似ているわけですね。で、ここの、ティ、スススのスとス、クルド語のセ。ここで、えー、なんかね、切れ目のようなものが。 あるんじゃなないかなとだから、えー、あの辺はカスピ海ですかね黒海じゃあカスピ海じゃあ黒海東岸クルド語、えー、あの辺まではあ S 聖の文化が言っているということなんですよねだから3かなり共通点の多い単語だというふうにね、えー、思いました だから、何なのっていうところではありますけれども。一つ言えるのは、琉球語と、うん、アイヌ語。これが日本語と全、ちょっとあのー、やっぱり違うかなと。で、えー、イタリア語とフランス語とか確か似てるんですよね。あー、違う。イタリア語とスペイン語がやたら似てんのかな国が違うけれども、うん、結構似てる部分があると。でも、の、 日本語と琉球語の違いともういう部分で言うとですねイタリア語とスペイン語の違いよりも大きいというような、ね、研究結果がもうあるらしいんですよねちなみにアイヌ語もう全く別系統です言語としてはだから、えー、一つ言えるのはですね海があるとやっぱり大分こうそこでね分断が起きるのかなというところはありますね だからあと山脈ですね。えー、このアジアの中央に山脈があったりとかするんでしょうね。だからそこを越えていかなければならないというところで文明のこう分断が起きているんじゃないかなと。この3というところの、ね、数字に着目して、えー、そのような、ね、仮説を考えてみました。本日の動画は以上です。ではまたバイバイ。